打順は3番中本。初球変化球がいいところに決まりました。低め打った、あっとボールを拾ってサードランナーホームイン。この場面で迎えるバッターは4番柳田。ショート、あっとボールを一塁はセーフ。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。インサイド打った、あっとボールを拾って一塁アウト。打席には3番バッター坂本。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ファウルです。これいいスライダーでしたよね。キレがありますよね。はい、追い込んで決め球はない。左中間へワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース。ファウルボールです。ワンストライクです。変化球打っていった。さあ同点のランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。バッターボックスには3番坂本。いい当たり破っていった。ボールは中継。タイガース。コースですが外れています。ファウルです。ワンボールワンストライクです。しっかり捉えた、抜けた。セカンドランナー帰れば同点。センター前、まずは変化球。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。しっかり捉えた、ワンバウンドヒットになった。ホームへ。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。3番バッター中野。小宮山さん、最終回ですからここは点を与えるわけにはいきませんよね。この場面ですから一球一球が大事ですよね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。初球は打ち、できれば低めを打たすところにしたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ジャストミート、一塁間抜けた。サードランナーがホーム。これが1球目。打ちのボール打った、切りました。ファウルボール。これは手が出ないか。ストライクを取ります。すぐに追い込みました。ここは決まりました。見逃し三振です。これが初球。まずは見送ります。ワンボール。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。打った、取った、二塁へ送球。二塁フォースアウト、一塁へ。